さあ皆さん、またまたガシャをやっていくぜ。またまた龍拳ガシャをやっていくわけだな。まあそうだよね。まだ勇者タピオン君をゲットできていないじゃらね。とりあえずこの1周でゲットできるといいな。あわよくば龍拳悟空をもう1体ゲットできればと。横島な考えが顔に出てるのと文章になって表示されてるぞ。なんだと？やるしかねえか。おっと、いつとか悲しいな。俺は怒ったぞ。はっ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 は時間が経つのは本当に早いですな。狩りの時間だ。とりあえず最初はこんなもんよね。それでも早くタピオンはゲットしたいところだ。お次は7連ガシャで済ます。おい、一瞬顔が全く別物に変わったぞ。スパイファミリー面白いよね。面白いのは認めるよ。でも話がいつも唐突なんだよね。まあそこは見うて。俺の戦力はメハメ。あ、勝ってた。何このフリーザーが任せて。皆さん、これが力。貴様の正義は破壊神の恐ろしさ。クソ。SP はめっちゃ出たけど、やっぱり目的のものは出ないね。ついでの龍拳悟空も出ないね。やっぱりそんなに甘くないか、レジェンズ。お次は EX 以上確定ガシャ。今度こそニューフェイスゲットなるか。今日一、ニューフェイスなんて聞かないな。ネジ切った。これは期待度は強いですね。ほらねー、復活延期もなさそうだな。さあ、いいじゃん。どうや、バビリ最、これはもっ、これを、イノキシ、うらっ、狩りの時。SP が1体も出ないという EX 通常確定ガシャの意味は一体？しかも新 EX キャラすら出ないとか。さすがに勘弁してくださいよ。残り20連？これはまた延長戦があるかな？なんでいつもそんなに嬉しそうなの？だってうちらはガシャを回せるじゃん。大変なのはうち虫だけじゃん。これで終わりだ。その通りだ。マジで困るから勘弁願いたい。じゃあ、ま、はーい。任せても。お前の力。私もう容赦し、クーラッチ。お、昇格した。俺に近づくな。タピオンきた。タピオンがやっと来たな。でもこれでガシャが終わりか。残念だね。忍の石で回すガシャは美味しいのにな。マジで助かった。とりあえず当初の目的は達成です。残り無料分の10連があるのでゆっくり見ていきましょう。オラが相手だ。お、フル演出か。そういえば4周年のガチャってまだあるのかな。おそらくこれで終わりだとは思えないんだよね。いまいち盛り上がりに欠けるもんな。皆様は次にガシャが来たとしたら何が新キャラとして来ると思いますか。劇場版スーパーヒーローの戦後ハンギットはさすがに来ないよね。オレンジピッコロもね。ぜひとも次の新キャラについて皆さんの予想を教えてください。どんどんコメントしてね。本気でバビリー、貴様は言っとくが、おった、僕たち三人で古い、だいぶ前のやつですな。負けるわけ、はい、終わりました。でもタピオンをゲットできたので OK です。さあ残念ながら今回はここまで。次回はいつになるかな。多分ウプ主が我慢できなくてガシャ回しちゃうと思うんよね。だからそれまでお待ちください。
ではそろそろ終わりにしましょう。皆様次回も、お楽しみに。石は大事に使おうね。